ひげちゃんでございます。今日は11月の13あたりです。あたり、週末ね、金曜日の運行でございます。今日ね、金曜土曜とね行って帰ってきたら、もう残りこのね会社では1週間ね、まあ次のね会社の方に移動するというような感じでございます。最近ね、こう飛んどるなと思っとったらね、環状線通行止めなんですよ。結構ね、これは響いてますね。あれなんかやっぱ忙しいんかなと思ったら、これがね、環状線通行止めいうのがね、これかなり影響して、ね、昼間からずっとやってるもんね。よくまあこれだけ、逆にこれだけまだ流れてる方やね、ほんまに。まあ今ね、ちょうど環状線の上走ってますけど、完全に止まってますもんね。まあ上から見えますけどね、かなり下道のね、主要な道路もかなり止まってますよね。ちょうど今ね、ここの左側は御堂筋になるんですけど、まあ映ってないか、映ってるからちらっと映る。うわすごっ、よそ見試したらあかんけど、これすごい綺麗なイルミネーションがね、御堂筋の方は通ってますからね。今仕事終わってやってまいりましたよ。駿河湾の祭りでカレーを作りましょう。はい、どうもひげちゃんでございます。というわけで今日はね、カレーを作っていくんですけど、いつものようにね、コンロを使ってとかじゃなくてですね、はい、こちらね、はい、これ知ってますかね、モーリアンヒートパックと、これがね、発熱剤ですね。これね、これね、この袋が耐熱になってて、でこれをね、中身出して入れて、お水をね適量入れたら発熱するんですよ。でこういうレトルトパック、レトルトのカレーだったり、まあ、これも湯煎できるやつやからね、多分これをちょっと使ったりとか、あとね、これ、耐熱電子レンジの解凍とかもできるやつなんで、これに、キノコとナス入れて、でカレーを作ってみたい、カレーを作ってみたいと思います。はい。さあ、うまくいくんでしょうか。バシちゃんもね、なんかやったってことで、ちなみにバシちゃんに教えてもらったんですけどね、これね。こんなんありますよ言うて、バシちゃんはなんかもうどうやらやったみたいで、うん、また動画出ると思います。さあやっていきましょうか、とりあえずね。一応こういう感じで、ね、説明書きもついてました。 Amazon でどれぐらいやったかな、これ。 L パック一番大きいやつで、で発熱剤が5個ぐらいついて1100円か1200円ぐらいでしたね。うん、まあトラックのね、今後火使ってねやる予定はないので、でまあね、食費を増やすのにちょっとね、こういうまあコンロ使ってね、料理よりも質は正直落ちますけどね、うん、なんかできることあったら面白いなと思ってちょっとチャレンジしてみます。レトルト食品、パックご飯、うん、パックご飯、缶詰で、カップ酒とかもいけるんで、わすごいね。お水とかペットボトルのお水、あ、これ耐えれんねや。トウモロコシね、缶飲料とかそういうのもいけるみたいですね。うん、ちょっとやってみましょう。はい、ご飯はね、僕のこのおなじみの炊飯器、これもいいですよ。うん、これね、一応スイッチオンして今オンしました。で1合炊きまでいけます。で今日は1合持ってきました。米だけはね、こっちで別で炊きましょう。その分具材いっぱい入れるんでね。でこれは20分ぐらいで一応炊き上がるんで、まあスイッチ入れときましょう。あれ、あ、コンセントさコンセントが刺さってませんでした。おナスの下ごしらえだけしときます。ちょっと色つくから、もうえっか100均やし。ちょっとね、これ一冊お尻拭きで拭いときます。もう水ばっかりやからね、うん、もう水しかあれしてないから、ちょっとねこれだけ拭いときます。わかる、野菜とキノコとハンバーグね、
具材がどうですか。もうハンバーグもね、あのスーパーで買ったんですけど、こんなに一袋でよかったんけど一袋でよかったんけど、もう3つ入りとか4つ入りしか売ってなくてさ、これに入れて具材をね、これにぶち込んで、で一緒に加熱してしまいましょう。ちょっと大ぶりのナスにしてみましょうかね。結構ね、加熱時間が長いから多分ね十分やと思うんですよ。ちょっとね、なんやったら十分すぎるんちゃうかなっていうぐらい。はい、もう直接これに入れときます。これだけで結構満タンになってきたなやばいやばいやばい、これだけでもやばい、十分なんか大丈夫か。これ一応ね、一通り準備は、できました。というわけでですね、あ、忘れたか、これ忘れたらあかんですよ。このフリーザーパックつけたら、ちょっとね、空気穴開けとかなきませんよ。空気穴開けとかんとパンパンになりますからね。はい、こんな中身こんなになってます。これを下に入れます。で、あ、水がね、見えるかな、真ん中ぐらいのライン、これはあのいただいてた朝霧バターチキンカレー、チキンカレー、チキンカレーやのにチキンハンバーグ入れた、まあええでしょう。これ一番大きい L パックにしてます、うん、まあ、私が入れる量がね多分多くなるというふうに予想しております。一番大きい L パックのね、これはで、おー、ハンバーグ入るか、ハンバーグ入るか、おい、結構ねあのキノコとナスがすごい量になってますね。大丈夫、閉まる、一応ちょっと閉まるかチェックしておきます。非常に熱くなるんで、ここから実際に、うわードキドキするわ、ちょっとでも、もうすぐ始まります、すぐすぐ始まりますから。あ、今ブワって湯気出てんのかな思ったら、ちゃうわ、ご飯やった。わ、始まった、やばいやばいやばい、あ、こっちからもすごい湯気がもう出てますね。これはね、ちょっと微量の水素だそうなんで、ちょっとまた開けてみましょうね、ちょっと水素だし、らしいので、はい、これを使ってるときはね、火気厳禁です。下大丈夫かな、うわすごい熱い、うわすごいね、大丈夫これ、一応立ってますね、あと熱い、あ、袋もちょっと熱いね、おお、うわこれなんかすごい、あたたたたた、熱い、ちょっと熱い。わ、これ、分かる人には分かるかもしれないですけど、あれですね、昔のあの、ビッグバン・ベイダーを思い出せますね。プロレスラーの、ね、外国人プロレスラーのあの、超動ける巨漢でおなじみ、ビッグバン・ベイダーがこう、ね、誰か分かんねえやろ。ベイダーが何か、自らに滑走を入れているぞ。東京ドームでも見せました。わかるかなずっと持ってなあかんのがしんどいな。はい、ビッグバンベイダーですビッグバンベイダーの鎧から吹き出してたこのね、あの蒸気勝利の方、こちらジュワーっていうのが止まりました。もう多分これで反応は止まったんだと思われます。結構しっかり炊けるんですよね。はい、お、まず噂の、なんかできてるような感じがする、
量がえぐい。あ、水気が出てますね、結構。ちょっと待って。これちょっと、どうなん。ちょっと1個食べてみようか。ね、ちっちゃいの。これはだいぶ火通るかなと思ったけど、もうちょっと細かくした方が良かったかもしれんね。これ全部入れて大丈夫か、マジで。まあ、ハンバーグはね、もうこれだけで味があるんで、ちょっと様子見ます。はい。ハンバーグはちょっと1個だけ入れようか。ね。おー、結構熱々熱々。じゃあ、この辺にしましょうか。あっ、熱々熱々熱々。あ、しっかり熱いです。わけがわからんもんになってきた。こんなんも俺持ってきてんねんけど、買ってきてんねんけど、これもちょっと様子見ましょうね。もうちょっと付け合わせ程度に、この端っこにね、端っこに置きましょう。付け合わせ程度に、ロコモコ丼みたいな。はい、ほんでこれがねメインどころです。いや、この感じだとね、しっかり温まってますね、うん、あ、いいですね。熱いです、熱いです。今日前ね、どこにかけんねん。どこかけんねん、これ。うわ、すごい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 。あ、もうこっちにもかけちゃおうかね。あ、すごい、バターチキンカレーやて。うわ、すごいね、やっぱこれええやついただいてるんでね、ええやついただいてるんでね、めっちゃ具入ってました。こんなね、大量に具入れんでも、今回のこのね、バターチキンカレー単体でなかなかのクオリティでした。しかし、まあ持ってきたんでね、ちょっともうかけてしまいましょう、せっかくやからね。はい、というわけでこんな感じで莫大なもんができました。こんな感じです。すごいね。早速いただきましょう。まあ、ちなみにね、これまたあのこっちの袋は、あ、これまだ熱い、これ熱い、すごい熱いんで、中身これやけどほんとせんようにね。で、あと絶対あの換気しながらとか、温めるジップロックとか必ず穴開けたりとか、そういう注意事項はあります、ね、これ基本的にはあれなんでね、あの非常用パックのやつです。はい、これ自体美味しいと思う。うん、うまい。このカレーがうまい。バターチキンカレーがうまい。あ、ナスいまいちや。ナスあんま中まで火通ってないわ。朝霧バターチキンカレー、これうまいっすわ。キノコはいいですね。あかん、ナスあかんわ、全然火通ってないわ。コオロギになった感じです。まあ入れた量も入れた量やったろうから。あ、ハンバーグ忘れとったね、うん、そっか、ナスは入れるならもうちょっと、もう1本でよかったんけどね、本当は。でそれを細かくして、うん、あ、普通にあのこのチキンハンバーグもできてます。ナスはやめましょう。さあ、ならあとは残ったハンバーグとかキャベツも食べて、まあ、お休みしたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。全国のヒゲちゃんファンの皆様、お待たせいたしました。天才ぼやっき様の登場でございますわよ。チャンネル登録しないとお仕置きだビー。